あ、こちらとこちらいただきたいと思います。こちらの激アツコメントだったの流氷ドラフト、流氷ドラフトですね、流氷ドラフトとこちらいただきたいと思います。さっき恵比寿の マイスターというのを マスターって私言い間違えてたんですけど恵比寿の マイスターですよね多分。私さっき マスターとかって言い間違ってたんですけど、ちょっとやばいですねこれ、うん。こちら激アツコメントだった、流氷ドラフト、オホーツク海流氷仕様網走ビール、こちらですね、網走ビールさん、こちらもいただきたいと思います。お、青い、乾杯です、いただきます。出動させたいと思います。この、マネケルちゃんも出場させてくださいって激アツコメントがあったので、はい、はい、そうですねはい、こちらも出場させていきます。あとこちらもいただきます。同じ網走さんがちょっと欲張って二刀流でちょっと行きたいなっていう感じで、はい、ちょっと宅飲みの極みをガンガンに出していきたいと思います。ここからは、はい、二刀流チャレンジで、マネキュアちゃん玄関に飾ってたんですけど、はい、なんか出場させてくださいっていうことで玄関から今出張しに行きました、はい。じゃあこちらもいただきたいです、乾杯です、いただきます。うん、あ、香り高いですね、香り高い。ちょっとこちらを網走ホワイトエール、網走ホワイトエール、すごい名前ですね、ネーミングが。すごい、どっちも多分網走ビール同士のあれなんですけど、網走ねえ、これちょっとスイッチオンしたままでいいのかどうなのかちょっと迷ってしまうあたりなんですけども、こちらの激アツコメントでいただいてて、あ、ちょっとごめんなさいね、ちょっといきさつちょっとすいませんこれ激アツコメントいただいてて、これの隣にこれが売ってたんですけど、はい、これ美味しいって聞いてたやつだと思って、でこれの隣にこれ売ってて、これもどんなもんかなと思ってちょっと今買ってきてみたんですけど、アサヒホワイトエールさん、網走ビールと、こちらもどっちもなんかどっちも網走ビールですね。私網走って聞くとなんか怖いイメージがすごいあるんですよ、網走刑務所でしたっけ、なんかすごい極悪犯がなんかいっぱいいるっていう網走刑務所、なんかね、あとその中でちょっと怖いなっていう網走っていう、そういうあれがあるんですけど、うん、美味しいですね、おビール。やっぱりそれぞれに味が違いますね、風味というか。うん、これ青いですね、これちょっと。ちょっと真っ青ですけど大丈夫ですか、これ。うん、やばい色合い。これも食欲がもうあれですね。もう食欲がもうなくなる色ですよね、青って。うん、ちょっと。美味しそうだと思いますか思いませんかみたいな思うのかい思わないのかどっちなんだいみたいな感じですけど、ちょっと青、まあすごいいい色で入れ合いですね、ちょっと初めてですねこのビール、うん、ちょっとこの色のビールは初めてですね。あー、でも味はすっごいめちゃくちゃ美味しいですね、うん、美味しい。で色がちょっともう観賞用にはベストですけどね、食欲がそそるかそそらないかで言ったらちょっと素敵なあれになっちゃいますけど、うん、おいしい、なんていうんですか、いい香りですね、なんかエレガンスですね、これこそまさに、うん、エレガンスな味がします、なんかヨーロッパの味っていうか、なんか
英国風味っていう感じですね。なんか、こっちは上質な味わいっていう感じで、こっちはね、なんかのあれに似てます、これ。この網走ビールはこれ、なんだろう、コンビニで売ってるお酒にすごい似てますね、このビールの味。ちょっと名前が今出てこなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、なんだろうこれ。いや、これ飲んだ時ある味ですね。美味しいけど、名前、フクロウのやつですかね。すいません。ということで、ちょっと定かではない感じでこちらをいただきたいと思います。イカ塩辛、これも激アツコメントであったチップスなんですけど、このイカの塩辛、これで多分合ってると思うんですけど、こちらのチップスもいただいていきたいと思います。ローソンさんでゲットしましたね。わ、匂いがすごいですね。いただきます。いただきます。今ちなみにバレーボール見てるんですけど、リオ五輪決定おめでとうございます。昨日決定しましたよ。リオ五輪出場決定おめでとうございますって感じで、もうハッピーなこと続きでいいですね。大好きに見てるんですが、私もう心臓弱いんで、心臓弱いとかチキンハートなんで、昨日試合途中からもう見れなくなりましたけどね。あまりに緊張しすぎて。私、人の呼ばれた結婚式とかでも、呼ばれたっていうか、すんごい親友とかの、仲良かった子とかの、中学生とか小学校の時の同級生の結婚式とか、すんごいホラーとかって、仲いい人の結婚式とか行く前とか、すんごいめっちゃ緊張するんですよね、私。自分の式でもないのに。すんごいあまり性ではないんですけど、すんごい、だから昨日もこのバレエの試合、私バレエすごい好きで見てるんですけど、緊張しても途中からもう見れなくなりましたもんね。テレビはつけてたんですけど、隣の部屋に行って、ちょっとああもう見れないわっつって、もう逃げたんですけど、違う部屋に。もうテレビはつけっぱで、でも隣の部屋からだから、もうじなんかうわーとかっていうのはめっちゃ聞こえてくるんですけど、早いな、なんか緊張しちゃいますね。自分のこと以上に緊張するっていう。もう心臓悪いわって言っても別の部屋行きましたからね、昨日。でも、リオ五輪決定してマジ良かったです、本当に。ちょっとテレビのボリュームがちょっと今見ながらなので、ちょっとまた大きいんですけど。これなんだっけ、ちょっと名前出てこないですけど、すごい似てる味があります、これに。ちょっと思い出したらまたやります。 これとこれですみたいな。すごい美味しいですよ。でもめっちゃ美味しいです、これ。いや、なんだっけ、名前が出てこない。このイカの塩辛、すごい美味しい。これもイカの塩辛美味しいです。なんかすごいあれになっちゃいますけど、山吉最上最終、史上最終。私すごい、自分の動画とか見返してみると、すごい言い間違い多くて、マジ自分でもびっくりなんですけど、別に大して酔ってるわけでもないんですけど、結構言い間違いが多くて、すいませんとかって。これも食べやすいですよ、これは。危険ですので密室では食べない。すごい、ちょっと注意書きがここに見えますかね。なんか光具合がすいません。なんか注意書きが書いてるんですけど、史上最終で。危険ですので密室では食べないでください、だそうです、これ。やばいですね、これ密室に入るのか。2015年にまずいと言われて大ヒットした山吉ポテトチップスキャビア味。そうなんですか。すごい新たな新事実発覚なんですけど、ちょっと朗読タイム入っていいですか、これ、みたいな。
あ、待って、これこそチョコヤツの、こやつの出番ですね、ちょっと。うん、ちょっと頑張ってくれよん。あ、2015年にまずいと言われ大ヒットした山推し ポテトチップスキャビア味。うん、ちょっとキレが悪いですね。でもまずいではなく、やはり美味しいと言われるポテトチップスを開発したい。そこで2016年悩んだ肉、一見まずそうに見えるのに美味しいポテトチップスを食べたらいいかな。あ、もういいです。とりあえず、私がいたのは、まずいと言われてる、一見まずそうに見えるのに美味しいポテトチップスを作りたかったそうです。もう策略通りですね。うん、美味しいですよ。うん、うん、山井氏とローソンがなんか組んで作ったみたいですね、これ。うん、で、果たして美味しいか極めつけ、はい、ここ注目です。果たして美味しいか、美味しい、あら、マネケロちゃんが言うとめっちゃ可愛いですね。果たして美味しいかだそうです。マネケロちゃんが言うと、あなたが言うとすごい可愛いね。果たして美味しいか、あら、可愛いですね。果たして美味しいか、ああ、頑張れ日本、いけいけ日本、あ、日本負けてますね。今12対、オランダが12で日本7点です。ちょっとやばいですね。うん、負けちゃってますけど、うん、うん、美味しいです。これでもそんな、私のあれがおかしいのかわかんないですけど、全然密室で食べてくださいとかで注意が聞かれてる割にはそんな匂いはね、きつくないと思うんですけど、独特の匂いがしますね。なんか足の匂いに近い。足なんですかね、これ。いや、イカの美味しい匂いもするんですけど、うん、でも私はそんな激臭を感じませんけどね。私は鼻が悪いのか分かんないですけど、美味しいですよ、すっごい。これでもこう近くで鼻に近づけて嗅ぐと、なんか、あ、足の、うん、生ゴミっていうか、なんかそういう系のしかしちょっとうまく表現できないんですけど、あ、もう電池が切れます、すいません、電池が切れます、すいません。